皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。この動画ではですね、先ほども言ったんですが、アジア開発キャピタルの IR を見ていきたいと思います。で、まあ、その前にですね、アジア開発、まあ、東京機械のチャートだけ見て、ホームページから IR 確認していきたいんですが、東京機械はですね、その3区叩き込みで下げて、その後ですね、反発した後、まあ、今日も結構上げたんですけど、まあ、最終的にはマイナス引けになってます。2170まで上げたんですが、まあ、最終1811、マイナス55ということで、陰線をつけて終わってます。で、アジア開発は、まあ、8円買い9円売りの板で、出来高もあまり多くないですね。600万ということで、あまり多くないんですが、まあ、今日の IR 受けてね、来週からちょっと楽しみになってきたかなという感じがします。ではですね、早速アジア開発の、IR 見ていく。はい、早速ですね、アジア開発のホームページから、IR を見ていきたいと思うんですが、まあ、最近はですね、結構お知らせになっていることが多かったんですが、まあ、今日は IR として出てますが、ページとしては1枚で、株式会社東京機械製作所による本対抗措置の発動としての新株予約権無償割当ての差し止め仮処分命令を求める申し立てに関するお知らせということで、当社は株式会社東京製作所が2021年8月30日の、取締役会で決定した、アジア開発がですね、買い占めるにあたっての、まあ、対抗処置としての、新株予約権の割り当てに対してですね、差し止め仮処分命令を申し立てる申し立てをしたのでお知らせしますと。で、特に断らない限り、東京機械製作所の、8月30日付、当社株式の大規模買い付け行為への対応方針に基づく新株予約権の無償割当臨時株主総会において行うことに関するお知らせにおける定義と同一の意味を有するものとすると書いてますが、申し立ての対象、東京機械製作所はですね、2021年8月6日の、取締役会で導入を決定した本対応方針に基づき、8月30日の同社取締役会で決定した、新株予約権の無償割当、申し立ての理由、株主平等原則に違反するとの法令違反および著しく不公正な方法によるものということで、まあ、以前からね、まあ、揉めていたというか、まあ、これ明らかにアジア開発が買い集めているのを防衛策、まあ、邪魔するものだということで、まあ、東京機械はね、早期退職者だったりとか、この株を新規発行とかは、以前から、予定していたので違いますっていう表明というかね、お知らせ出てましたが、まあ客観的に見るとね、まあどう考えてもアジア開発の買い集めをまあ邪魔するというかね、阻止するためのものっていうのは思うかなと思うんですが、でさらに、まあある程度の範囲だったらしょうがないかなと思うんですけど、これとかだともうあからさまにね、新株予約権をアジア開発以外で配っちゃうっていうのはちょっとやりすぎじゃないかなと思いますので、まあこれによってですね、まあ今まで流れとここ見ている範囲、別にアジア開発が、
負けるというかね、間違えてる部分はないかなと思うので、これで、まあ、通ればですね、まあ、アジア開発も、この行動というかね、これをするってことは、支配権を取りに行く、もっと買い増しするっていうためのことだと思いますんで、まあ、これやってね、もう、持ってる分の東京機械の株売っちゃいますっていうのはなかなかないかなと思うので、まあ、今後 51% を超えるための、まあ、布石というかね、やる必要があるのかなと思います。でですね、これを受けて、掲示板の皆さんの意見を見ていきたいと思います。法令用語で却下とは、訴えに値しないということです。チャイナパワーでぶっ飛んでもおかしくないやつですね。8円爆弾来ねえじゃねえかよ。来週炸裂しろ、たんまり仕込むから。アジア開発はそろそろ、東京機械を買収もしくは傘下にした場合の展望を明らかにしてほしい。どう見てもメリットはない。私も法律のことはよくわからないのですが、とても低レベルで申し訳ないのですが、仮処分と本訴の違いは理解してますよね。今回アジアは SP と同じく仮処分を申し立ててますね。その期間に関する話だと思いますが、株主名簿を渡すことで新株、葛藤から割り当てから目をそらせようとでもしたのか、同業機会は。今回の IR はさすがにサプライズでしたと。夜間で 8.8 まで食べてくれると面白くなる。裁判する暇ないよ。命の終焉見えている人なんて生温かいことはせん。9円よりも10円ですね。問題は10円を突破するのが難しい。今度こそ20、30、そしてその先に100円がと。ブルドックとか地裁への仮処分の申し立てから最高裁の決定まで2ヶ月弱だね。あ、ブルドックソースですね。なんかブルドックっていうなんか雑貨屋も昔あった気がするんですけどね。それまでも上場しないですかね。夜の PTS8.6 円パクパクじわじわ上げ上げです。中国はメンツを何よりも大事にすると聞いたと。こう結構ブルドックのまあ前例というかね、こういう例が出てますね。ブルドックとか村上ファンドのアジアの例だと3ヶ月とかそこいらだった気が、最高裁までいかないんじゃないですか。こういう論点が明確、争点が明確なケースなら上告しても却下されそうですしと。まあ今回に関してはやはりちょっとプラスに捉えてる方が多いんじゃないかと。まあ自分もですね、買い集めるというか、どんどん 51% に向かうための、今回の IR というかね、プラスに捉える方が大きいんじゃないかなと思います。で、まあ、最近結構動きが出てきてるなと思います。株主名簿のこともそうですし、これでですね、何か、動きがあれば、また来週から、まあ、9円10円行ってね、また7、8っていうところがあるんで、そろそろ10円の上、10円外11円以上で、高値を目指してほしいなと思います。また来週ですね、多分月曜日が祝日休みだと思うので、火曜日以降の動きを楽しみに、見ていきたいと思います。で、明日からはまあ連休なので、まあ、いつもは見れないような、まあ、時価総額とかテクニカルの部分、あとはですね、また指揮法で新しく、でなっている会社紹介の部分とかを見ていきたいと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。